すごく難しい質問ですけど、やっぱりあのテレビシリーズがすごいいい形で終わってますと、だからその後の話っていうのはすごくデリケートですと。だから我々も苦慮しましたけど、やっぱりそうですね、あのメンマ含めた6人がなんか永遠に仲良くっていうのがやっぱりお客さんが望んでることなのかなと、それが描けたのでお客さんは満足していただけるんではないかとは思っております。やっぱりそうですね、その友達はやっぱりいつになっても、あの、なんでしょう、その家庭環境とか、あのいろんな周りのことが変わっても、やっぱり友達は友達だっていうのがやっぱり最大のメッセージだと、この映画に関して思います。そうですね、やっぱりその青春アニメっていうのはすごく、あの実写はあのいろんな名作がありますけど、やっぱりアニメーションはなかなかないですと、ジャンル的に。それが超えられるかっていうのがすごく苦慮しましたと。数々の名作を超えたとは思っておりませんと。ただこう青春の痛みみたいなものは、この作品はかなり、あまたある青春作品ありますけど、青春の痛みみたいなものは結構色濃く出てるんじゃないかなとは自負してます。その、ファーストタイム、初めてです。とにかく、アクションが大きい。そこはもう本当に、そのブリリアントにこう反応してくれるのは、すごくやっぱり作り手冥利につきます。日本のファンは本当もう、おとなしいです。Thank you very much. Thank you very much.